長崎電気軌道2000系電車、長崎電気軌道2000系電車、長崎電気軌道2000型電車とは、1980年、昭和55年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。2001、2002の2両が登場したが、2014年、平成26年3月をもって運行を終了した。日本船舶振興会、現在の通称は、 日本財団の資金援助の下で、日本鉄道技術協会が開発した、警戒電車と呼ばれる、新型路面電車の実証試験車となった、広島電鉄3500型に続く、初の量産車として、川重工業兵庫工場で製造され、3500型に先駆けて1980年8月9日より、収益した。大出力直流副鑑式電動機の直角。 カルダン駆動によるモノモーター、方式駆動システムインサイドフレーム空気バネ台車、電気支ちょっぱ制御等、従来の路面電車にはない斬新な機構を多数採用し、この画期的な設計が評価され、1981年には鉄道ともの会のローレル賞を受賞している。長崎電気軌道にとって1962年の370系、以来19年ぶりの完全新車であり、 また同社発の冷暖房完備の車両でもあった。開発に参加したアルナ後期、現アルナ車両が先行して1977年より製作した東京都交通局7000系更新車のデザインの流れを組むスクエアな造形の全金属製車体である。窓配置は D3D3 の左右非対称型で下段上昇。 上段加工式のユニット式アルミサッシ窓を採用し、中央扉は2枚折り戸を2組用いた 1400mm 幅の両開き式、左扉は通常の2枚折り戸となっている。座席は1人がけクロスシートとロングシートを組み合わせたセミクロスシート式で空調装置として屋根上に冷凍能力2 5000kcalH の冷房機を搭載する。 この車両は標準塗装もそれまでの車両とは異なっている。同社では1952年から上半分クリームと下半分ダークグリーンの塗装を用いていたが本形式からはクリーム色にワインレッドのラインがある形に改められた。1990年代までの車両はこの塗装で導入された。なお2000系以前の車両も一部この塗装に置き換えられたが短期間で 従来の塗装に戻されている。この車両は、長崎電気起動発の大型カラー方向膜を採用した。2000系以前に導入された車両は、ワンマン化の採取白地の方向膜に、始発地と終着地をまとめて書いたものとし、2万時代は否、系統は、車両前方下部に掲げた、系統版で表していた。2000型では、系統版を廃止し、系統色地の方向幕に、 行き先と系統番号を表記したものに変更した。導入当初はローマ字なしであったが、現在はローマ字になっている。これは後に導入された車両にも採用されたほか、2000系以前の車両も順次方向膜の自動巻き取り化の際にカラー方向膜にき、変えられていった。床下に搭載された三菱電機製 CMC161 から6。 サイリスタ直波パ制御機により、同じく三菱電機製のメガバイトマイナス 3263A 直流複換式電動機1機を制御する。このメガバイトマイナス 3262A は、寸法的な制約が特に厳しいことから遠筒型ではなく、最大寸法を抑えやすい八面構成のヨークを採用しており、外観上も八角中上のハウジングを用いた。 特徴的な形状を呈している。主電動機出力は、開発が先行した広島電鉄3500型と同一であるが、本形式は、車体が軽いために加速度が時速 3.0km、S と設定されており、交差点通過時のダッシュに威力を発揮する。運転台のマスコン、主幹制御機は、広島電鉄3500型と共通設計の位置 軸両手式のワンハンドルマスコンが採用され、立行4ノッチ、制動8ノッチ、非常ブレーキ1ノッチを含むの操作が統合されている。また、これにより、両ハンドル間に常用されるケーキやスイッチ類を集中搭載することが可能となっており、実際にも、主管制御機に、これらの主要スイッチ類が内蔵されて、コンパクト化が実現していい。駆動システムとしては、 直角カルダン駆動によるモノモーターに軸駆動方式を採用する。モノモーター方式の直角カルダン駆動はハイポイドギア、曲がり刃傘歯車などの傘歯車を使用する必要あり、製造、星コストが平ら歯車を使用する他の駆動システムと比較して高くなる傾向がある。その反面、駆動音が非常に静粛となり、また例えばキロワット給電動機を二機、 搭載する場合に比べて、制御の回路構成が圧倒的に簡略化されるため、当時の技術では難しかった直波制御機の小型化が容易、しかも二軸道軸道となるために空転しにくい、というメリットがあった。なお、カルダン式のカルダン式たるゆえである、加藤継ぎ手は、東洋電気製造製ゴム物質機並行、リンク型中空軸カルダン継ぎ手が採用されており、これによって、 電動台車の各車軸とハイポイドギア、出力側とを結合している。主電動機のレイアウトをモノモーター方式とすることにより、台車も側枠を主電動機指示のためにインサイドフレームとする必要が生じ、また、主電動機の操作の都合上、揺れ枕も取り付けられなくなったため、必然的にダイアフラム型空気バネによるダイレクトマウント方式台車となった。 こうして、干渉ゴム式軸箱支持防音車輪採用で、乗り心地の改善と静音化を実現した、住友金属工業 FS82.82T が新規設計された。パンタグラフは、新設計の Z 型パンタグラフで、これは、東洋電気製造が、設計製作を担当し、以後各地の路面電車や下水電鉄も、波2001系。 メリーベルなどの小型電車に多用されるようになった一の同社製新世代 Z 型パンタグラフシリーズの始祖となった機種である。これは本来は回生ブレーキ乗用を目的として開発され、利線が発生しない洋化線への追従性が高められているのが特徴で、あが、本形式では床下スペースとコストの問題から回生ブレーキが省略されているため、 その河川への良好な追従性は、静止型インバータによる補助電源の停止による、冷房の機能停止を防止する目にのみ役立てられている。ブレーキは、一般的な電気指令式であるが、コンパクト化と加速性能に見合った、制動能力の強化、それに、空気管内の結露による、サビの発生への対策が必要になったために、空気圧指令を空油変換弁で変換する。 油圧キャリパー方式のディスクブレーキが採用されており、これにより、常用時速 3.5kmS、非常時速 4.5kmS という高減速度を実現した。開発が先行した広島電鉄3500型が、製造途中での編成変更で重量が増えて、相対的な出力不足に陥り、十分な性能が得られず、トラブルが続出したのに対し、 本形式は計画通り性能に余裕が与えられていたことから収益開始後に新開発の機構部について特に大きな不具合も発生することなくそのまま受け入れられている。もっとも当初はさらに3両の増備で5両体制とすることが計画されていたが開発の遅れと製造コストの高騰などから大量導入は時期尚早と判断され 本形式は2両で製造打ち切りとなった。そのため、その後は、同型車体の機器流用車、1200型から1800、系の増備に移行し、完全新車は3000型まで導入されなかった。なお、本形式の新造の地ほどなく、長崎大水害が発生したが、たまたま2両とも工場で車体を、ジャッキアップしており、台車や主電動機は冠水したものの、 ョッパー制御機等を床下機器への被害は免れている。それでも車両構造が他の在籍車両とは全く別物であったがゆえにメンテナンスが難しいという欠点があったため2010年3月30日をもって在籍2両のうち2002号車の運用を終了した。残る2001号車も同様の理由で2014年3月にさよなら運転を行い引退した。 2008年に2001のリニューアル工事が実施されている。2000型では1人掛けクロスシート8席と7人掛け、ロングシート2席を組み合わせたセミクロスシート式を採用したが、このために着席定員が22人と1200、軽移後の28人に比べてやや少なくなり、以前の車両及び後に導入された車両に比べて、収容力がやや劣る形となっていた。 そのため、座席は従来車と同じ7人掛けロングシート4席に改められている。同時にシートもケットもオレンジからワインレッドに変更された。その他、屋根状の冷房装置も従来車同様三菱電気製のものに交換されている。ただし、1200系の改造で用いられた大型側面方向膜は採用されていない。2000にはリニューアル工事を行われず、 引退時までセミクロスシートデビュー時の空調装置のままであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。